スロバトルリーグとは完全自腹のガチンコスロバトル。6名の出演者が己の名誉と誇りをかけ勝負を挑む。対戦ルールは1対1のシングルマッチ。勝敗は3枚数により決定。勝者には勝ち点が与えられる。またその日の収支や獲得枚数などでも勝ち点を獲得。その勝ち点により順位を競い合う。各リーグトップになった者だけに許される優勝決定戦。果たして今シーズンを制するのは一体誰だ。アスロバトルリーグ。パチスロバトルリーググループ B、 牛尾 VS 突発の後半戦。まずは前半戦のダイジェストから。新台のね、日本でしましょうよ。導入2日目となる新台、日本で太陽を求める者たちを1台目として選択した2人。早速いこうと思いますけども、牛尾は今回のバトルで勝ち点を1点以上獲得しないと最下位決定戦行きが決まってしまうという状況の中、打ち出すと2回目、いいかどうとは言えないね。なんかね、序盤からチャンス目を引きまくるが、それが高確率へとつながらずと、いきなり設定的には不安を感じる展開。そんな後ろの初当たりは投資1万1000円でレギュラーボーナス。またねえな。おっ、いけました。しかしこのレギュラー後、高確率突入から一発で ART に当選と良い展開を見せ始める牛尾。やりました。これで終わりなんですけども、しかし後が続かず、この台への総投資が2万1000円となったところで、ついに秘宝殿を諦めることに。これズバリよろしくないね。これちょっと周り見よう。こっちに移動。そして2台目として選択したのはバジリスク2。言い直しだね。もうね、熱い。そしてこの台では投資4000円で強 MB から初 ART をゲット。ちゃん来た。出だしから好調に上乗せを獲得し、 ART が継続する牛尾。途中おぼろが3連続で出現などもあり、この ART は8連まで継続。およそ1000枚の出玉を獲得する。うわー、やばい。あれちょっと様子おかしいよ。その後は大きな連チャンこそなかったものの、気によく ART を重ね、やっとフラッシュ収支へと浮上したところで前半戦が終了。まあ、どうやっても今日プラスで終わんないと、もう後がない牛尾。果たして自身の最終戦を勝利で飾れるのか。自身に勝ちつこうと思います。対する突破地も朝一は秘宝殿からスタート。スイカはチャンスですね。スイカか。あ、チャンス目だ。あー、ダメ。あ、当たったんじゃないですかね。突破地の初当たりは117ゲーム投資3000円と早い当たり。しかしその後レギュラーを引いたものの、高確率突入がなく、手応えも怪しいことから2万円を投資したところで大移動。ちょっとやばいかな。もうやめます。じゃあクレアの秘宝殿しましょうね。秘宝殿の負けは秘宝殿でと、2台目に選んだのはノーマル A タイプのクレアの秘宝殿。ほらね。しかしここでも手応えは思わしくなく、朝一打つつもりであったキロボス2が空き台となったところで大移動。キロボスどうかな。基本仕様はモンキーターンと一緒です。来い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 。あー、来ました。やりました、やりました。投資3000円、自力解除で初 ART をゲットした突破地。この ART は単発で終了してしまうものの、続いて引いた2回目の ART では突破地に大チャンスが到来。中だよ。おー、よっしゃ、ダーゾロイ確定です。モンスターストックしましたね。2回の中段チェリーや青ナナゾロイで一気にゲーム数を獲得する突破地。1セット目が長々と続く展開でコインを増やしていく。そして2回目のモンスターストック増への突入が確定したところで前半戦が終了。まだ収支的にはマイナスながら、楽しみな展開が待ち受ける後半戦。牛尾に勝利し、今回でグループトップを確定させることができるのか。今回撮影に協力していただいたピートレックマーメイド五反田店は、 JR 五反田駅東口から徒歩1分、パチンコ270台、スロット180台のラインナップ。
店では充実したサービス、安心の遊戯環境、親切丁寧な接客でお客様に愛されるお店づくりを目指しております。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。こんにちは、吉尾です。トッパチです。はい、グループ B 第5戦の後半戦なんですけども、はい、もう僕最終戦です。そうだね、今回の、はい、15シーズンです、はい、最終戦です。今回ポイント取らないときつい。そうそう、やばい。そうで、まあ、前半戦の軽くおさらいしますと、僕が費用で投資が1050枚で、移動してバジリスクで、まあ、その投資が今1250枚かからの、大体持ち込みにして1300枚弱ぐらいかなと思うんですけど、はい、っていう感じなんで、まあトントンかちょっとプラスかぐらいで、トッパチさんが僕は非放電で、まあ、2万円投資して、で出ずで、今キュロコスって言ったらね、ポンって出てるんですよね、うん、まあ、1000枚ぐらい出てるのかな、800枚か。今のところ挙動的にはこう設定っぽいね、うん、ショールームで売ったような感じの挙動はね、うん、だから前半戦の時も散々言いましたけど、あれキュロコスないですからもう、ね、だからもう本当ここだけの話してくださいよ。トッパチさんにだけ教えますけど、なんで落し入れよう、デビル全6 ね、また子供騙しみたいなこと言ってね、打てもいいじゃん、デビルじゃん。え、デビル、僕だって今バジリスクちょっと良さそうだ。デビル全6でしょ。デビル全6、僕打った方が硬いよ、うん、あのですね、いずれにしてもですね、この今回の我々のこの僅差のこのグループ B のですね、はい、今までの流れからして、この後半戦の持つ意味合いってのは ものすごく大きいですから、はい、まあ、僕も突破さんもね、これでほとんど差あるようでないですね、納得できるですね、結果に。まあでも言っても突破さんまだもう一戦残ってるんでね、まだいいですけど、僕のもうこれ最後ですから、ちょっとね、もうそんな2回も3回も続けてね、大会決定戦出るわけにいかないですしね。なもう最後デビル打てばいいじゃん、フリーズ系はバーンって出ちゃう。いざとなってやるよ俺でも、そういうこと。もう皆さん期待してください。いざとなったらね、やってくれますよこの男は。大体僕ね、あの今回のリーグ戦じゃないや、あのシーズンが始まるときにね、目標立てましたんで、目標覚えてないでしょ。5連覇、5連覇、そのためのですねまあまあ今まだ1勝目が狙えるところなんで、十分あくまでも5連覇にちょっと狙いを定めながらですね、後半戦少なくとも突破さんの持ってる7点は超えてフィニッシュしたいと思います。突破、ね、はい、さんは僕はとりあえずですね、今回ポイント取ればね、決勝戦いけるかなって感じなんで、うんうん、とりあえずばっかとにかく勝ちます、うん、いきますよ。まだやっともあれですね、はい、2戦の方行ってみたいと思います。はい、それじゃあ後半戦いきます。前半戦、ね、あのサンスリープレー巻物を2回しか出てないんでね、ちょっとそこのサンプルを取らせてくださいと。まずは前半戦直撃 ART に関しては良好だった牛尾、しかしそれ以外は設定乾杯要素がほとんどなかったため、打ち続けるためにもまずは乾杯要素が欲しいところ。3回目、一応各設定のそのチャンスリプレイからの海岸当選率とか考えると、できればね、3回に1回おぼろの花っぽしがお味噌汁入ってもらいたいっていうか、まあ、5回に1回から3回から、あ、3回に1回ぐらいの差なんでね、まあ、どっちかに本当振り切れてくれないと、入んないならもうとことん入んない、入るならもうガンガン入るみたいな状況にならないと、なかなかね、その微妙なラインで推移されてる分にはね、ほらよ、判断難しいですよね。では実戦開始します。対する突破地はモンスターストックゾーンから後半戦をスタート。一気に速攻で得て出玉伸ばしたいですね。モンスターストックゾーンは ART 中の青七揃いから始まる ART ゲーム数獲得のチャンスゾーン。青七揃いするたびに30ゲーム以上の上乗せが確定するだけに、いかに青七揃いを続けられるか、今後の展開に大きく関わるところ。おお、レア役あっち、ここでね、レア役を引くとモンスターストックされる可能性があります。
ジャクチェリーか。ジャクチェリーじゃダメですね。おナビねえんの。あまあまあ OK です OK です。そして残り3ゲームを消化して後告知タイムに突入。あ、ソードチャンス来ました。これでモンスターストックを放出。残り ART を60ゲームとした突破値。しかしトータル収支ではまだマイナスなだけに、まずはプラス収支目指し、さらなる上乗せが欲しいところ。一方牛尾、7回目、その後は巻物が引けるようになったものの、海岸チャレンジはゼロと設定的な不安が大きくなる牛尾。7の0、いただけないぞ。チェリーか。お、今フラッシュが縦に来ましたね。ここにチェリーが止まると、ね、強弱判別できないんですけども、フラッシュで判別できます。強チェリーです。強チェリーは ART 中の強チェリーは上乗せ確定ですね。モンキーターと一緒です。あ、30ゲーム、おお熱い。チェリーですね。あ、モンスターストック。あ、ジャックチェリーなんでね、多分10ゲームだと思いますよ。ジャック来た。そして再び後告知でプラス10ゲームを獲得と、なかなか ART1 セット目が終わらないという展開が続く突破地。あー、また来ましたね。お、転敗した。おー、揃った。また揃いました。モンスターストック、やった。おー、全ナビ来ましたね。ハサミでしょ。ほら来た。おー、火の鳥。ハサミだったか。さっきハサミだったんで、またハサミかな。ハサミ。中央視界。おー、ナビ出まくるね。ハサミハサミハサミでしょ。おー、来た。ハサミでしょ。あ、誰か。やりました、モンスター4つ不足です。多分120ゲームですね。ああ、予想通りだ。再び120ゲームを上乗せし、1セット目が継続中の突破地。このチャンスを生かし、一気に牛尾を上回ることができるか。お、揺れがでかい。お、弱中で激圧、激熱。あ、モンスターさっき。あ、モンスターストックゲットしました。フラッシュしたんで強チェリーですね。お、スライムだ。超えろ。20ゲームでした。そしてこの20ゲームを消化し、ついに継続バトルへ。といっても今回は途中で青なる揃いがあったので、次セットへの継続は確定です。お、うわ、初めて見ました。いきなり変身したの。おお、ここで
告白チャンスが発生したいんですけども、これで告白に成功すれば上乗せされます。あ、失敗しましたね。告白チャンスに失敗してしまったため、2セット目は基本の40ゲームでスタート。対する牛尾は対岸チャレンジへ当選せず、厳しい状況が続いていたが、やっと当たった海岸チャレンジ。牛尾は1ゲーム完結で結果の分かれる勝負を選んだが、結果は勝負。どうなのこれ、このまま粘っててもなのかどうなのか、だいぶ疑問になったけど。そして巻物からの海岸チャレンジ突入率がついに11回中1回ということになってしまう。11の1、1の1はちょっとなんぼなんでもよね。ちょっと周りを見てみよう。まだついてんの？まだ連チャン中の突破地を見て焦る牛尾。どうしよう、これパトラッシュとかやっていいのかな。いや、これすごいのよ、ズボにはまるとね。ズボにはまるとねっていうか、天国モードみたいなところに行けばいいだけの話なんだ。主要な機種はね、もう多分無理だ。困っちゃったね。まあいいや、とりあえず巻物15回までやろう。そして得てしてこんな時はさらに悩む結果へと導かれてしまうもので、海岸チャレンジじゃ。ああ、多分今の巻物だ。13の2、海岸チャレンジ、行く道を選べ。ダメな時は大概9の時にボンってくんでね。5でこず6789、もうこの時点でね、もう前しないともうね20パンないよ。次がまた9だったらもうアウトだと思った方がいい。あ、ダメだね。お、いった。あ、違う、あのね、対岸の時の32分の1で無限に行くんだよ、それだ。牛尾、前回の ART から593ゲーム、大きく持ち込みを削られたが、なんとか ART に突入。マジスク対とりあえず13の2になったね。間違って15年ぐらい死ぬかな。絶対死ねえよな、もう。やろう、もう。そして久々の ART は単発で終了。14の3。その後連続で海岸チャレンジは突入するも、 ART にはつながらず、1000枚以上あった手玉も残りわずかとなってしまう。ちょっとこんなはずじゃなかったんだけどね。誰だこれ、誰だ。あー、困った。いよいよ困った。無法伝とか打ってみたいんだけど、もうね、もういいか、パトラッシュやるか。はい、これもうこれだ。後半戦突入後、1000枚近いコインを飲まれてしまった牛尾、243枚の出玉を流し、パチスロパトラッシュへと移動。果たしてこの移動は見事成功となるのか。いや、超魔改造入れたいですね。無茶振りでもいいけどね。この2つの上乗せ特化ゾーン突入こそが大量上乗せのキーとなるが、果たして今回の連チャン中に引き寄せることができるのか。さあ、継続バトルに突入します。また攻撃された。あ、カットイン出た。勝てるでしょう。あ、ダメだ、やられた。セーフ、セーフ。3セット目へと突入した突破地。しかし2セット目以降はなかなか上乗せすることができず、今回もあっさりと継続バトルへ突入。お、扉赤いよ。今
様来て、ダメだ、シャドウユーだ、食らった、あーダメだ、復活するかな、あー終わった、なんとか3連して816ゲーム ART 続いて1500枚獲得しました。で、単発分連とおそらく1600枚ぐらいですか、ということはですね、今のところ3枚数プラスです、やりました。この後ね、128ゲーム以内もね、あの天国ゾーンなんでお願いします。今ね、ステチェーン画面出てるじゃないですか、あれあのモンキーターンと一緒でモノクロになれば激アツです。さらにモノクロ以外にもカラーでもあのロゴにね、ロゴがカラフルだったら全長の可能性大と。この、 あの派手な音とカバーがセットになってるんですけど、発生すると全長の可能性大です。まあガセも十分あるんですけども、ケロガスモード来ました。このケロガスモードというのが、まあ、高確率と出てますけども、あの全長を全長ですよ。でこの金のシャッターが激アツ、ボードアップ以上確定です。黄色になりましたね、ステージが。このステージが黄色、緑、赤、さらに魔王城まで行くと ART 確定。あ、カットイン出ましたね。カットイン出るともうこのアップに止まる可能性大ですね。あ、レーかね、アップ止まりましたね。緑になりました。2か6、あ、カットイン出た、これは来ましたよ。56ですね。おお、やった、赤まで来ましたね。もうこの時点で期待度 80%、 僕の中では 80% です。ガセも十分ありますけどもね。おお、熱い、赤ステージで銀のシャッター初めて出ました。これ確定なんじゃないですかね。あ、バトルだ、バトル張ってんだ。で、対戦相手によって期待度が変化します。扉アンテナとチャンス、ゲートゥーンだ、ダメだ、ガセましたね。もうガセですよ。残念。しかしこの数ゲーム後、再びキュロゴスモードへと突入。キュロゴスモードがガセってすぐ全長入ってキュロゴスモードに入りました。これは熱いですね。レアか、強チェリーですね。あー、赤になりました。熱い、扉に行けばバトルですね。柱像に止まれば何かしら連続演出に発展ですね。柱像ルーレットか。あ、扉アンテバトルだ。扉アンテかゲートゥーンが出てきます。扉アンテでお願い。オーキャー、しかもケロット柄。このね、3人キャラクターいるんですけど、一番下リリーネ、リリーネが出てくれば、ほぼ当たりますね。主人公が、あ、来た、ほらリリーネ、あー勝ちでしょう。
ました。突発前回の ART 後70ゲームゲーム数解除で再び ART へと突入。見たことない人も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ ART、 まあ ART でね、ゲーム数解除方式、ゲーム数解除方式で当たったら天国モードに行くかどうかっていうだけの話。行けば連チャンするし、まあ行かなきゃ連チャンしないしっていう、至ってシンプルで、通常時モードが2つあるのかな、まあ、通常モードとあともう一個ゾロ目っていうのがあるの。ゾロ目モードっていうのはゾロ目ゲーム数111とか222とかっていうのが当たりやすくて、でゾロ目モードにいた方が天国モードに行きやすいよっていうふうに言われてますね。あとまあ特約解除とか、このあと6択チャレンジ、斜め立法が揃うといわゆるチャンスゾーン的なところに行って、そこでこの赤7って6択で揃うんですけど、それを引ければまあ自力解除で、それが引けないでっていうか転落リプレイか、もしくはベルを取りこぼしたのかな、だからそのチャンスは終わっちゃうと。これもじゃない、この次のゲームからセーフ、まだこれでダメか、これでこぼしかな。高い連チャン性能が売りのパチスロパトラッシュ、その魅力を味わうためにもまずは一刻も早く勝つあたりを引き当てたいところ。もう一個行かなきゃダメなんだ。ただこうザワザワしてるんで全長中かもしんない。これロックオンタイム、これがいわゆる全長的な役割。ここ超えればまあやや圧ぐらい。お、いった、やや圧、やや圧。あ、てかここまでは行くのか、ここ越えなきゃいけないのかな。あ、これダメだよ、これ連続インスタ必ず3ゲーム続きます。あ、で今333っていうところで完結したから。でね、ゾロ目モードにいるとさっきみたいな333とか444とかっていうところで終了する前兆に行きやすいんですよ。当たるにしろ外れるにしろ、一応ゾロ目で当たれば 17% から40% が。潮の話しているのは天国モード A への移行率、実際は天国モード B への移行率も同じ数字なので、ゾロ目モードからは設定1でも 34%、 設定6なら 80% で天国モード移行が期待できる仕様となっている。よし、これがこれで6択が当たれば、もうちょい来た。転落リップがベルこぼすまではまあ一応チャンスゾーン続くんでね、もう中右左だよ、もう。おー、強い強い強い、もう中右左だ。あ、はい、悪い。結構でかいからね、あれ当たるんと外れるんとじゃ。で、まあ今ゾロ目にいると思われるんで、いやだから444、目標は。前回の ART 後すぐさま再び ART へと突入した突破地、しかし今回は上乗せがないままに継続バトルに突入。あ、これダメですね。あ、単発だ。単発ですか。
残念ながら今回の ART は単発で終わってしまった突発だが、初めて見ましたこのプレミア、チーパオですよ。マオラシかな、それとも第一チャレンジ。あ、前兆だ、前兆確定演出ですね。ちなみに青の画面のまま、トビランテたちと戦うと熱いです。大体黄色か、ね、緑に、ね、上がっちゃうんですけどね。お、第一停止シャドウユー熱いです。お、青のまんま、青のステージのまんまバトル演出あって熱い演出が出て当然ですよ。トビランテ赤字、やりました、突発、再びゲーム2解除による ART に突入。しかしまたしても上乗せなく継続バトルへと突入してしまった突発。この機種の継続抽選はモンキーターンと同じく ART 当選時に決められたテーブルにより各セットの継続率が決定し抽選が行われるシステムとなっている。そしてこのテーブル振り分けや継続率は全設定共通であるため、継続するか否かは己の運と引きに関わっているのである。お、強チェリーですね、今上下にフラッシュしました。お、赤いった。青のゾーン、マツコ。赤、マツコ。マツコ怒った。これは期待できますね。あ、扉赤。ほら、姫様。シャドウユーじゃなくていきなり姫たちに会うと継続確定、さらに上乗せも期待できます。ありがとう。かっこいい、かっこいい、かっこいい。あー、失敗。しかし ART は3セット目に突入、そして出玉も間もなく2000枚に届こうかというところまで到達。あ、ダメだ。三連チャンでした。ありがとうございました。なかなかね、姫の顔出ないですよね。一方、パトラッシュを打つ牛尾の方は、もう行き4444。ビッグリーチはまあそこそこ熱いんだ。はい、444ゲームでは ART 当選せず500ゲーム台へと突入。これがだから555の前兆だね。ダメっぽい。ダメだ。なんかわけわかんないとこまで来た。で、実はゾロ目じゃないとか。パワーアップだろ。来たのか。あ、ほら当たるかもしれない。ゾロ目モードじゃないとまあ天国行かないからね。
環境大当たりって言ったら泥目じゃねえじゃん。620ゲーム牛尾、この台への投資1万4000円でやっと初 ART に突入。はい、636ゲームスーパー投資1万4000円。ほとんどがビッグとスモールってあって、ビッグだと77ゲームかな、ほぼ。でもほとんどビッグなんですよ。でもうこの季節、最近の ART と違って上の7の部分はね、もうあんまりね、まあもちろん岩本さんありますけど、ただもうね、何しろそのモードの天国モードのループっていうところがメイン、レンちゃんは。77ゲームあるんだけど、純増がね 2.4 倍なんですよ。まあ年会費15枚なんで、レールいっぱい取れればそれなりに増えるんですけど、逆にそのベルの確率がまあまあ確率なもんでね、結構荒れるんですよ枚数は。でもゴッドみたいな感じ、出玉の増えるイメージとしては。僕ね、初打ちの時に一撃で4000枚ぐらいのことをやったんですよね。以来ね、もう買ったことない。ここからね、一回ベルをこぼさなきゃいけないのかな。あ、いいのか、テンダークリップで見るのか。で、ここからこの5ゲーム間で、僕の実戦上ね、7と F のリーチは相当厚いっていうか、まあ当たる。だからもう左に7か F が出ることを祈りながらも消化すると。ここで当たっちゃったら、だからもう猛烈ですよ。天国モードの天井っていうのが51ゲームなんですよね。で、まあそこの振り上げが 20% ぐらいあるの、まあ、いわゆる泣きの1回ってやつですね、そこは。で、794が止まればちょっと一斉発展するんですけど、だからそこを抜けたらもう天国モードにはいないよっていうことなんで、まあ物は試しにあと60ゲームぐらいで111っていうね、まあゾロ目モードなら振り分けあるところがあるんで、まあ、そこまで回してやめるのかどうなのかっていう。まあもうダメじゃん。ああもう一応111までやろうか。天国モード移行はなかった牛尾、しかし111ゲーム手前から熱い演出が連続している様子だが、長くない？もしかしてさっきの強制が当たった？これさては強制が当たったべ、これだから、これ録音が長いんじゃないの、これ長いもの、前兆の書き換えでしょこれ。こうやろ、あーリッチになっちゃうのか。え、外れんの？バカ野郎、もうはい、やめ、今いくらこれ、4万2000円のマイナス3万5000円ぐらいだね。もう無理だよな、やるか。もうしょうがないよ、少なくともプラスで終わるってことを考えると、これ他の台でなんか2000枚出てる絵が想像できないもんね。ああ、こうなっちゃうのか。まあ引きたい時には引けないようになってんだよね。まあ引きたくない時なんて、まあ逆にないんだけど。今回勝ち点を得られなければ最下位決定戦行きが確定となってしまう牛尾、フリーズに望みをかけ最後の勝負に挑む。対
してゲーム数解除の連チャンゾーンである128ゲーム内の当たりを期待して打つドッパチ。ああ最低。RT5 128ゲーム回しました。まあとりあえず今流せばサマイ数的にプラスになると思うんで一旦交換します。やりましたよ、1807枚ありました。余裕でプラスですね。よさげな台があるかどうか店内一周しましょう。トータルでもプラス収支へと浮上したトッパチ。次はどんな機種で攻めるのか。レアの2本で、はい、今ちょっとねうろうろしてね面白い台を見つけました、2027リバイスのなんとですね CZ 間303ゲーム余り、CZ 間の天井はですね510ゲームで CZ は ART 当選かな。なので残り200ゲームちょいですよね、最大でも。でこれ天井段階的なんでそこまで回さなくても多分途中で当たると思います。まあ、期待値はプラスだと思うんで打ちたいと思います。では実戦始めます。天井狙いで打ち始める突破地だがうまくチャンスゾーンから ART へとつなげることができるか。お、赤いですね。嫌な予感がする。お、レッドオーシャン行った。で、レッドオーシャンは何なんだろう。あ、追跡モード来ました。追跡モードは ART やさらなるチャンスゾーンである吸収モードへの入り口となっており、自力で運をつかみ取るガチコンタクト演出が発生しやすいゾーンとなっている。3分の1。外れた。追跡モード外れて CZ ガンゲーム数1に戻ってしまいました。なのでやめます。天井狙いが失敗に終わった突破地。そして後ろの状況を確認しつつホールを回ると再び天井狙いができる台を発見する。打てる台がないか結構うろうろしてたんですけども、ああね、あの鉄拳デビルの500ゲームハマり、天井1500なんですけども残り1000ゲームなんですけども、なんと鉄拳デビルは甘くてですね、期待収支は1000前後あります。で勝率はですね、まあ飛翔門のシミュレート上では 40% ありますね。まあやや不利なんですけどもね、まあね一応ね勝負しましょうよ。うろうろしてたらね後半戦終わってしまうんで、いきますよ、この勝負に出ます。2027での天井狙い失敗で収支的にはほぼプラスマイナスゼロとなってしまった突破地。この鉄拳デビルバージョンでプラス収支フィニッシュを勝ち取ることができるか。お、ショートの攻め、もう北斗の通団蹴りみたいなもんなんだよね。手前スイカとか引いてたけどどうなの。おこう来んのか。あ、またこれ渡っていいんじゃないの。あ、またどうちゃんする3回だぞ。高い中央お前かよ。はい、ありがとう。これ当たるよね。牛尾、この台へは投資4000円で初 ART をゲット。フリーズなしでいけるのは牛
2000枚までだと思ってるんでね、それ以上は無理、出したことないし、結構打ってる割には。おうおう、後ろ得点役はなかったものの2セット目に継続。そういうんです。デビルもそうそう腰で打つことないでしょうからね。最後にもう一回フリーズさせてみたいよ。多分バジリスクでおぼろちゃんを3連させるよりね、この台でフリーズさせる方がね、はるかに簡単なはずなんだよ。あんな奇跡みたいなことができてね、フリーズが引けないわけないと思うんだけどね。しかしフリーズは引けず、出玉を飲まれてしまった牛尾。そして追加投資2000円というところで一旦ホールを回ることに。やっぱりこの稼働ですから、もう空いてる氷電はちょっと目も当てられないね。もうね、今フリーズしないと、しない時点で3000枚無理なんだ。フラッシュ氏はほぼ絶望だが、対突発ということではまだ勝利の目があると考えた牛尾。ユーパルサー SP で最後の勝負に出ることに。突発さんと1500枚差でしょ。とりあえずもう突発さんに何としても追いつくことだよね。合算85分の1ビッグ5のレギュラー4ありそうな気がしてならない。間違ってビッグが7連ぐらいすればいいんだ。利益上1回300ゲーム台の、まあ、中ハマりと言っていいのかな、あって以外はみんな100ゲーム以内。しかし打ち始めて150ゲームが経過。当たんないね。まあ言っても予選者使ってないんだけど、今このタイミングでニューパルで5000円はまるのはね、普段なんかその辺の基礎でね2万円はまってるぐらいのね、意味っていうかね、辛さがあるよ。突発さんとの差が縮まるどころかね、平行線よ。もうそして天井狙いで打ち始めた突発の方は、チャンスです。当たんないね。やっぱ天井は遠いな。大変です、大変です。1000ゲームいきました。鉄拳デビル打ち出して1万5000円使ってます。お願いします、お願いします。いや、打つじゃなかったな。後半戦の終盤、最後の最後で波乱が起こってしまうのか。8000円。牛尾打ち始めて300ゲーム投資8000円でようやく初ボーナスをゲット。ここまでのこの台の挙動から連チャンを期待する牛尾だが、もう馬券入れる場合じゃないんだよ。しかし再び100ゲーム内の連チャンをゲット。よしじゃないけど、おっ、あ、ビッグだろね。しかしなんとこのタイミングで痛恨のレギュラー2連発100ゲーム内で5連チャンしているものの、出玉が伸び悩む牛尾。これが全部ビッグだったらね、ウハウハなんだけどね。まあウハウハでもないけど、これはいい台だね。まあこれはあと今持ってるコインの倍ぐらい、まあ、1500枚ぐらい出れば、まさに追いつくぐらいのところまで行けんじゃないのかな。もう完全突破さんも天井まであれ行きますんでね。もうハマってる場合じゃないんだよな、もう。
バウンドした。これ 70% ぐらい鍛えたんだ、これ。よし。しかし当たったのはまたしてもレギュラーボーナス。30分でね、1000枚出ることがあっても残り30分っていうね、条件がついたらね、これは簡単なように難しいよ、今そういう状況。この台をおそらくね、1日打ってればね、30分で1000枚出る時間帯はありますよ。ただじゃあそれが今来るかっていうね。ただまあそんな早い段階でこの台に手を出すっていうね、選択肢の中になかったんでね。ダメか。時間ギリギリまで粘った潮だが、その後は当たりを引くことなく実戦を終了。よし、やむなしと。フラッシュはまたエンディングの方で話そうと思います。はい、対する突破地、あと天井まで100ゲームとなりました。時刻は6時17分です。泣きそうです。1500ゲームハマっちゃいました。500ゲームから打ち出しまして、使った投資金額はなんと 30K。 天井ですね。突破地、投資3万円でやっと天井に到達。果たしてここからどれだけ取り返すことができるか。いかに特定役を引いて上乗せるか。フリーズでもいいよ。天井 ART の最低セット数2セットを超え、3セット目に突入した突破地。果たしてこのバトルもクリアし、 ART 継続できるか。おお、残念勝でしょうね。4連チャンで終わってしまいました。結果的にマイナス、約1000枚マイナスになってしまいましたけどもね、まあ全力を尽くしたんでしょうがないです。パチンコパチスロ最強データサイト、データロボサイト7はリアルタイムのホールデータや機種情報を見ることができる今一番熱いサイト。ホールの1週間の出玉データや当日のスランプグラフなど、勝利につながる情報やパチンコパチスロファンを魅了する内容が満載です。ぜひ一度ご覧になってはいかがでしょうか。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、いい勝負だったね。またかよっていう感じですよ、こんな。まあ、サクッと振り返りますけども、バジリスクダメだったよね。分かんないけどね、分かんないですけど、まあちょっとその内容だと粘れないでしょだもんで、やめたわけですよ。でもうね、大体主要な機種はこの時間になるともうある程度白黒発揮してたなっていう感じだったんで、もう変化球しかないわけですよ。そうですね、こうなるとね、そしたらもうデビューで逆回転させるしかないだろう、まあそんなするわけないでしょ、そんなね。いや、全録でしょ。俺釣られて打ったんだけどね。よしと思いましたけど、あら、その時にもうね、実は結構な差が多分あったんですよ。ああ、そうだったんだ。実はね。で、まあ最後、今日の正解は僕ニューパルでした。多分ニューパルマイナスじゃん、トータル。いや、この台良かった。ああ、データ上は。そうで、昨日も良かった。で、昨日の末置きのいい台なんじゃないかなと俺は思いますよ。で、結果こんなに負けると思わなかった。ふざけんじゃないよって毎度毎度本当に。でね、多分これで僕また例の実践行かなきゃいけないんですよ。花花ささだきに、花花ささだきのお店が分かんないんですけどっていうことになっちゃったんですけど、まあ、突破地さんが現状、まあ、だからこれで首位になる。ちょっと俺のネタ振り返り、いや、いいっすよ、めんどくさいって。あ、いいの。いや、振り返りますけど、はい、どうぞ言ってください。 もしかしたらマイナス3000枚かもよ。さっき800枚見ちゃったもん。あ、見ちゃった。まあ後半戦で、キュロゴスの続きを打ったら、まあ、ゲーム数解除で天国に行ってボコボコ当たって、でまあモンキータンって一緒だからね、手が邪魔かな。抜けてやめて1800枚でしょ、で
その後、まあ、この時点で400万円ぐらいプラスで、でどうしようかなと思って、じゃあね、ストックじゃねえや ART 機の期待値プラスの台打とうかと、で2027リバイスチャンスゾーンの天井を狙って、その後鉄拳デビルの500余り、まあ500から打てば期待値は1000円前後で勝率は 40% なんで、打ったら見事に天井までハマって結局連チャンで、デビルの500ハマりダメです、勝てないですか、勝てる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 、もう勝率 40% なんで、でいや俺その時突破者デビル行って1000円ぐらいハマった時に、あれ俺一瞬これどうにかなるかもしれないと思ったのよ、ね、ニューパルでまあいいやまあいいやまあ結果マイナスだったんですけど、まあ期待値的にはプラスなんで、まあ気分的には楽な打ち方してましたね。1ポイント入るのかな、まあ職に勝ったから、ね、そうなんで、これで突破地さん8ポイントので、次ひょうくんと最終戦が5ポイントなんで、ひょうくんがひょうくんに終始プラスで勝たれても、この際突破地さん終始プラスだったら勝ち抜けられるし、まあ、マイナスポイントとかややこしい話で浮きにすればね、まあね、前回も今回もですね、とりあえず浮いてること浮いてる流した時点で浮いてるね、終始的に浮いてる時 あるわけですよ、その後のリカバリーみたいなことがダメでマイナスに落ちてるんで、まあ、次の決勝戦京君との最終戦はここをね、なんとかしたいですね。ということでですね、グループ B は結果突破地さん勝利で最終戦まで、勝ち抜けのメンツがまだ分からないというね、非常に見応えのある、ある意味でですね、ある意味では見応えのある流れになってますので、突破地さん以外は頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ね、トークンもさすがにね、これ以上独走させるわけにいかないですから、ね、ちょっと頑張ってください。はい、といったわけでグループ B の今回が第何戦ですか、第5戦ですね、まあ、この辺でお開きしたいと思います。次回も楽しみに、またお会いしましょう。さよなら。さよなら。第5戦結果、牛尾今回勝ち点を得られず最下位決定戦行きが確定。そしてトップ争いは突破地リードのまま最終戦までもつれ込むこととなった。次回はグループ A 最終戦、嵐 vs ウッチー。三択を狙って当てに行くのが嵐流。一気に決めろ。テンション上がりますね、やっぱこの歌。次回のパチスロバトルリーグも楽しみに。豪華な人たちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週水曜配信、嵐と松本、毎週木曜配信、魚拓男性の土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。